レイクウッズガーデン姫春の里は、千葉県茂原市にあるテーマパーク。八幡湖のあぜに位置する。1993年7月22日開園し、美しい花と愛らしい犬たちが作る、かけがえのない癒しの空間が基本コンセプトとなっている。約400種のバラを、原種から系統ごとに鑑賞できる庭園では、ハイブリッド TK、ローズのフルバナ、名菓を中心に、 モダンローズの年代順に、作出当時の時代背景と重ねながら楽しむことのできる施設となっている。アジサイは、セントラルパーク、レインボーガーデン、ドックユニバース、セラピーガーデンと広範囲の山裾に群生している。春と秋に最盛期を迎えるバラ、5月頃に咲く、ジャーマンアイリス、園内には四季折々の花々が年内を通して咲いており、 特にその他気象研修であるオーストラリアン、ラブラデュードルと触れ合える日本で唯一の場所とされている。愛犬と一緒に楽しめる施設として、ドッグランや、しつけ教室、トリミング施設、バーベキュー施設が整備されている。園内は9カ所のエリアに分かれており、セントラルパーク、ローリスガーデン、レインボーガーデン、ドッグユニバース、ウォーターガーデン、クリスタルガーデン、セラピーガーデン、 森のコテージ、キッズランドの各エリアによって構成されている。森のコテージには宿泊施設として高台にバンガローが10棟ある。アクアクリーン協会、公園地千葉県茂原市姫春の里やタコ。www.aqa-k.net。2019年10月9日閲覧。レイクウッズガーデン姫春の里、レッツ、レッツエンジョイ東京。レッツ、 レッツエンジョイ東京2019年10月9日閲覧千葉県観光物産協会レイクウッズガーデン姫春の里丸ごといい千葉千葉県公式観光物産サイト2019年10月9日閲覧インクイードレイクウッズガーデン姫春の里みんなでジサイ巡り2019年10月9日閲覧 レイクウッズガーデン姫春の里千葉県茂原市の公式サイトへようこそ。www.city.mobar.chiba.jp2019 年10月9日閲覧。レイクウッズガーデン姫春の里観光スポットを探す茂原旅日より茂原市観光協会。w w w m o b a r k a n k o u c o m 2019年10月9日閲覧。ありがとうございます。